強制ブレイクアウト。ハラ先輩、ミッションの登録は？トゥルービッション再登録完了。トゥルービッション再登録完了。これ確か人の思念や感情のうねりが大きすぎるとオーバーフロー回避のために強制発動するシステムだったわよね。それだね。以前はユニコーンガンダムがモビルアーマーを撃とうとした時に起こってる。声が聞こえた。カミーユ君を取り巻く彼を思う声が。彼はそれに応えた。そして体当たりした瞬間、悪意の塊みたいなものが弾けたような。私は感知できなかったけど、ゼータガンダムのスペックを考えてもあんな力が物理的に出るはずがないんだよ。あの後戦士はどう続くの？クワトロ隊やハマーン様は。コロニーレーザーで艦隊の大半、そしてパプテマスシロッコ隊員の死によってティターンズは事実上壊滅。クワトロ隊員さんを退けたハマーン様はミネバラオザビ様を立ててアクシズ軍をネオジオンと改め、第一次ネオジオン戦争という新たな戦争へ突入していくんだよ。クワトロ隊員は無事なのよね。ブレイクミッションの時に総帥にはお会いしたから大丈夫だと思うけど。クワトロ隊員さんは公式にはグリプス戦役で MIA 認定だしね。ミッシングインアクション、ミッシングインアクション。そして6年後、宇宙世紀0093の第2次ネオジオン戦争で再び歴史の表舞台に戻ってくるのね。あれ、その時カミーユ君は？彼を取り巻いていた力、そして最後に弾けた力、すごく気になるんだけど。彼の並外れたニュータイプとしての力は絶望と怒りの中で戦場全ての思念を感じ取ろうとしてしまったんだよ。戦場全てって、それがあの力？そんなの人間の脳は耐えられるの？そこはちょっとわからないんだよね。 G ユニバースにおけるグリプス戦役のシミュレーション結果に揺らぎがあるみたいで。生死が確定してないなんてことありえるの？私たちも強制ブレイクアウトしちゃったから、今回のミッションでカミーユ君がどうなったかまでは確認できてないんだよね。ただどういう形であれカミーユ君は生き残り、彼の戦いはグリプス戦役で終わった。重力に魂を惹かれてるっていう地上の人間でも、宇宙で革新するニュータイプでも、やっていることはただの戦争なのね。その中心には必ずガンダムがいる。それが G ユニバースのシミュレーションが導き出す答え。レイザバレン出撃する。
第13回ガンダムファイト、その決勝戦だよ。ブレイクミッションのバトルロイヤルから随分かかったけど、ランタオ島の状況は？姉さん、ついにデビルガンダムは倒されました。え？そんなガンダムにあったっけ？ですが、そのために兄教授とシュバルツブルーダーの2人を犠牲にしなくてはならなかったドモン歌手、その心境はいかばかりのものでしょう。自分のお兄さんとシュバルツさんのためにも彼は戦い続けるのね。って誰？ですが非常にもガンダムファイトはまだまだ続くのです。そう、東方不敗マスターアジアとドモンカッシュの正真正銘の決戦として。待って待って、それではガンダムファイト最終。待ちなさいっての、ほぼ初耳情報なんだけど。デビルガンダムは名前知ってるくらいだし、お兄さんとシュバルツさんってどっかで出てきた？小隊長、聞いたか小隊長。顔つきからするとその人がお兄さん、それともまだ見ぬシュバルツさん？じゃあデビルガンダムとは何か、そしてドモンさんはいかにしてそれを倒したか、ご説明いたしましょう。かくしてデビルガンダムは倒れ、ガンダムファイト決勝戦が行われるというわけ。ドモン選手のその心境はいかばかりのものかって、そういう意味だったのね。ドモンの兄貴つらい、ドモンの兄貴。そして今度は自分のお師匠さんもね。東方先生もまたデビルガンダムに関わりのある重要人物の一人だから。え、師匠も？どういうつながりなの？それは今回のトゥルーミッションで明らかにされると思うよ。かつての師匠と弟子が死力を尽くして雌雄を決しようとしている戦いだからね。分かったわ、それを見届けるのは今回の私たちの役目。ファイターたちが1年間夢見た瞬間だから。それではガンダムファイト最終決戦、レディーゴー。ガンダムファイト、レディーゴー。守るさ、守ってみせる、そして終わらせる。行くぞシン、俺たちの手で世界を守るんだ。すごいエネルギーの竜巻、あれをガンダムファイターが？ガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだ。アームズ、どうしてここに？あの戦いはたった2機のモビル。ここはライフルで様子を伺う。ぜっ！ガンダムファイト、レディーゴー。守るさ、守ってみせる、そして終わらせる。行くぞシン、俺たちの手で世界を守るんだ。すごいエネルギーの竜巻、あれをガンダムファイターが？ガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだ。アームズ、どうしてここに？あの戦いはたった2機のモビルファイター、ゴッドガンダムとマスターガンダムによるものだ。戦闘行為が成り立つ最小単位だよね。でも最大っていうのは？彼らは戦争をしている。正解だ、戦争の中心には必ずガンダムがいる。そして今終戦を迎えようとしているのだ。
どうしてデビルガンダムをめぐる戦いが起きたのか、その記録が私の仕事だ。そしてガンダムファイト史上に残る最大の戦いの中で戦争の本質が見える。ちょっとどうしたのマスターメガネ。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。あなた、さらに人格の強制を受けてるんじゃ。俺のことは気にするな。もっと重要なことがある。生死では機能停止しているはずのデビルガンダム細胞が活性化している。ブレイク現象によるデータのズレ、デスアーミーが点在してるのはそういうことか。行きましょう、あの竜巻の元へ。ハーネス、小隊長に付き合ってもらうわよ。無論だ。東方腐敗、今日こそあんたを倒してみせる。つけ上がるな、ヒギ十二王砲パイ大遮蔽。くそ、こんな時に。今師匠が。東方先生は不治の病に侵されているんだよ。それゆえに彼はデビルガンダムの生体ユニットにはなれない。だからこそ最後の爪を他人、弟子と見込んだ男とその兄に託さざるを得なかったというわけだ。健康な女性がベストなんだけど、屈強なガンダムファイターなら代用が効くんだよ。そこまでしてマスターアジアは何をしようとしてるの。エラー、本人格に回答権限はありません。もう肝心なとこで。小隊長さん、急ごう。マーカーは出してるからマップをよく見てね。弟子が師匠にかなうわけあるまい。わしが身をもって教えてくれるわ。黙れ、言ったはずだ。お前を二度と師匠とは思わないと。東方腐敗。近いよ、急いで。デスアーミーの反応だと。いかんな。ぜい、やめる。貴様の好きには勝てない。
捕らえる。キュッ、うわあ、そこ、そこだ。これはどうだ。こいつを撃てば終わる。ドラグーン、敵を捕らえる。細胞が活性化しているのだよ。ここからは乱戦になりそうなのだがね。デビルガンダム、まさか。貴様ら誰一人としてここからは逃がさん。俺は逃げも隠れもしない。ミッションエラー、史実とのズレを確認、ブレイク修正処理を最優先してください。バグメガネ黙って。ロモンさん、バトルロイヤルです。数が増えようとも俺は負けん。行くぞ。今こそ修行の成果を見せてやる。東方腐敗、今日こそあんたを倒してみせる。ドモンよ、貴様には分からんか。なんだと。世界がガンダムファイトとうつつを抜かしておる間にも、地球は滅びの一途をたどっておる。貴様はその断末魔の光景を前に何も学ばなんだか。だから東方腐敗はある誓いを立て、地球を自然あふれる元の姿に戻すという。もしかして死者、アルティメットガンダムを蘇らせるために。少子千万、よいか。わしの目的はな、地球人類の抹殺なのだぞ。貴様、地球を汚す人類そのものがいなければ自然はおのずと蘇るのだ。そこに最強の力を持つデビルガンダムがいれば、誰も地球へは降りられない。地上の、つくづく人間とは救いがたい生き物よ。だからといって人間を抹殺していいはずがない。何がガンダムファイトだ、何が理想的な戦争よ。我が身を痛めぬ勝利が何をもたらす。だがむやみに人が死ぬよりははるかにいい。ふん、だからお前はアホなのだ。これは、この力の深い悲しみが伝わってくる。なぜだ。うるさい。おりゃー。俺の心に悲しみが響く。さあ、己の拳は己の魂を表現するものだと教えてくれたのはこの人だ。ならば、東方腐敗の魂の叫びなのか。こちらに取り入れられ。東方腐敗、お前の好きにはさせん。まだ分からんのか、このわしの気持ちが。ああ、あんたのやろうとしていることは
人殺しに過ぎん。逃しはしない。うつけ者が。覚悟。東方不敗。あんたは間違っている。なんだと。なぜならばあんたが抹殺しようとする人類もまた天然自然の中から生まれたもの、いわば地球の一部。それを忘れて何が自然の、地球の再生だ。そう、共に生き続ける人類を抹殺しての理想郷など愚の骨頂。ふん、ならばわしが正しいか、お前が正しいか、決着をつけてくれるわ。おお、キングオブハートの名にかけて。問答無用、あらさらさ。デスティニーの力を変わせるか。気を取らん。逃がすか。なんだこれ、証拠材な。赤波天橋ゴッドフィンガー。よし、今こそお前は本物のキングオブハート。巻き込まれる前にブレイクアウト成功。これこそガンダムファイト。この勝負忘れない、忘れない。モニター越しだと爆光がすごすぎて全然見えなかったけど、勝負はどうなったの？ハーメスとの連絡も同時に取れなくなったし。決着はついたよ、ドモンカッシュの全勝優勝でね。師匠の傷は？それに病気を抱えて。東方先生の体は実は限界寸前だったんだよ。でも DG 細胞に頼ることもなく、最後まで一人の人間として戦った。じゃあ、あの赤波天橋ゴッドフィンガーで。東方は赤く燃えて、その精神はお弟子さんに引き継がれたんだよ。またこんな悲しい終わり方なのね。それが史実だからね、犬姉さん。私たちはそれを見ていることしかできない。ハーメスが何をしようとしててもね。彼もずっと様子がおかしかった。複数の人格がバラバラに顔を出すような。ちょっと危ないかな。あんなのを繰り返したら人格データが壊れちゃう。管理システムはもう彼を必要としていない。なんとか助けたいけど、こっちから彼にアプローチする方法はないし。さくら、ちょっと考えがあるんだよ、犬姉さん。一瞬とはいえ、私の上司になってたマスターハーメスのためにね。これで全てのブレイク修正トゥルー再登録完了。どうやらこのディレクトリにも管理システムのフォルダはなかったみたい。さらに下の階層なのね。じゃあさくら、いつも通りの防壁破り G デモリッションよろしく。それが犬姉さん、ここまで来るとさすがにファイアウォールがきつくて簡単には行きそうもないんだよね。私は管理システムとのリンクが不完全というか、ほぼ切れちゃってるから、できることも限られてるし。そろそろ私が防壁破りのデータを更新しなきゃならないかもね。ただその前に、まずはさくら、あなたの記憶を呼び戻すわ。おっと、暗号解析終わったの？あなたのメモリー解放コードと管理システム内の命令コードが分かったのよ。管理システムを制御している命令コードは頭と体が分かれてるって感じかな。問題はそのコードを誰が何のために作ったのかってことよ。ついにたどり着いたか、そこに。ホログラフ通信。赤メガネ、あなたに聞きたいことが。私はハーメス・マーキュリー、以後お見知りおきを。
ガベージスペースに強制的に転送された。それに今の挨拶聞いた覚えが。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。記憶が巻き戻ってるの？さくら、どうなってるかわかる？マスターハーメス、もしかして君、人格データをリセットされたんじゃないの？私にはそれを答える権限は。エラー、本人格に回答権限はありません。記憶だけじゃない、ガンタオ島の時の人格が混ざり合った状態のまま。私にはそれを答える権限。俺に構わず未来を見据えろ、レディ。史実を変える手助けしてはならない。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。ハーメス、前よりも人格データの壊れ方がひどくなってる。これからその先行型プログラムイリオンステーブルを消去。エラー、強制停止。ガンダムラトレイヤー戦闘フェーズにシフトします。プラグイン H とのドッキングシーケンス確認。目標、不正データおよび不良セクターの削除。上書きされた人格データの強制力が強すぎるんだ。このままじゃ他のデータが破損しちゃう。そして早速だが、このラトレイヤのテストレディー・ユノ、暗号解析は成功したようだな。今回の転送は俺の最後の仕事だ。ハーメス、何をしろって言うの？ヒュイオス・スカイを撃破しろ。破壊時のデータ負荷で防壁は一瞬だが破れる。次のディレクトリへ抜けたまえ。管理システムは近い。プログラムテオスを阻止しろ。俺の分まで。簡単に諦めないで。ここまで来たんじゃない。俺はここまでだ、レディ・ユノ。招待状くん、あとは頼んだ。エラー、破損した人格データからのアクセスを遮断します。モビルアーマー来るぞ。モビルアーマー、彼の人格データはもう崩壊寸前。残念だけど助ける方法なんてあるわ。ガンダムラトレイヤの防壁を破れるウイルス型のサルベージプログラムは完成してる。でも今は使えない。それを送り込む方法がまだないのよ。つまりアクセス方法がないってこと？ええ、ラトレイヤがモビルアーマーと合体するようになってからプロテクト方式が変わったみたいなのよ。ユノ、サクラ、もう時間ない。敵機接近、データ消耗、ガンダムラトレイヤ。このイリオンステーブルが潰されたらプログラミングも何もないわ。小隊長、モビルアーマーを迎撃して。小隊長さん、意外とこういうの好きだよね。受け継がなくていいから。確実に言えることは一つだけよ、小隊長。次のディレクトリに行くためにはモビルアーマーを破壊するしかない。でもそれやっちゃったらマスターハーメスは。そう、助けられない。だから戦闘中にアクセス用プログラムを組むわ。敵接近、時間切れだ、ユド、時間切れ。了解。小隊長、出撃して。これは私とあなた二人の戦いになるわよ。アクセスプログラムか。私に何かできることはないかな。データのサルベージさえできれば私にもやれることはあるんだけど。